します。2つ、かのんちゃんはこのここの姫屋の角煮カレーがすごい好きだったんで、買っていったら元気出してくれると思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いつになってもどうしたんですか、かのんさん。元気がないですね、いつもより。久しぶりに会ったけど目が腫れてませんか？見た動画。見ましたよ、びっくりしたよ。サムネでおーっと思って。大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないよね、だってチョコが。そうね。何歳だったんですか？15歳になる1ヶ月前。じゃあまあそっか、15歳。小型犬だったよね、チョコちゃん。15歳だったら大往生ですよ。平均寿命より長いと思うから。今日何かしら撮ろうかって、まあなんかちょっと考えてたけどちょっと無理ごめんね、なんか仕方ないね、こればっかりは。悲しいわな。でもまあ何せよちょっと元気は出してもらいたいので。お腹空きました？お腹は空くんだけど全然食べてないんだよね。あ、本当？この3日間ぐらいほとんど。マジ？食べるけどあんま食欲出ないんだよね。お腹は空いた？うん、空いた。そう言うと思いまして、ちょっと開けてみてください。わかります？美味しいって言ってたやつ。これは日野屋本店の角煮カレーですよ。泣けるわ本当にいいの？これでも食べてちょっとでもね元気を。ありがとうございます。あ、これアックも同じ？まあ同じやつ、あと一応買ってきたんですけど、ガツンとサイダーサワーいらなければ全然。あ、ありがとう、いただきます。あ、ありがとうございます。元気出るね、なんかこう、誰かの家族としかいなかったからさ、この3日間どんやりしてる。家族もだって落ち込んでるでしょ。もう大変だよ、お母さんなんて。あんたたち姉妹2人よりもチョコを可愛がってたから。もうだって俺もチョコちゃん会ったことあるけど、すごい人懐っこかったもんな。食べましょうか。はい。目腫れすぎじゃない？泣いたっていうのがね、すごいわかるよ。おじいちゃんとおばあちゃんの時よりも泣いたから比べんのよくないけど。結構急だったね。3日前まではすごい元気だった、うん、マジで。俺はショックだね。いただきます。はい、どうぞ。え、ワック残り？まあまあまあ、そんな野暮なことはまあいいじゃないですか。いいんですか？わ、角煮が甘いんだよね。甘くて美味しいよね、うん、美味しい。あの味。日野屋ってさ、全国にあるのかな、いろいろあるじゃん、うん、店舗は、うん、でもやっぱあそこが一番うまいらしい、やっぱり。あ、そうなんだ、うん、あそこしかないと思って。ワックも食べて。いただきます。声低いな、自分。まあ仕方ないよ、それは。無理して元気出さなくてもね、いいですよ。冷たい言い方しちゃうと周りから見たら正直関係ないじゃん。ああ、まあまあまあ、まあ、身内のそのことなんて、まあね、うん、元気出さないといけないっていうか、この感じを周りに振りまいちゃいけないなって思うんだけどね。仕方ないよ、まだ1週間も経ってないでしょ。ワックンはハリネズミだって飼ってるじゃん。俺はハリネズミのニッキちゃん飼ってるから、うん、かわいいよね。長生きしてほしいね、ニッキちゃん。元気に育ててあげてね、うん、動物ってやっぱストレスが寿命にやっぱ出るらしくて、うん、15歳だったんでしょ、チョコちゃんは、うん、本当に寿命だったんじゃないかな。そう思いたい、うん、突然だったんだ。本当に突然、なんだろう、崩れ落ちるような感じで階段を。4日前なんて一緒に遊んでたからね、おもちゃ遊び。寝る時もずっと一緒に寝てたし。犬とか飼ったことあるの？あるよ、俺動物好きやからさ。いや悲しかった、俺もやっぱりね。そうだよね、いつも家にいるわけじゃん、うん、だけどいつもいるのがいないっていうのはそれなんだよ。寂しいよね。やばい、泣きそうなんですけどなんか家帰ってきた玄関にさ、いつも待ってくれてんだよ、家族のこと。全員帰ってくるまで1匹でずっと玄関にいる。家族4人なんだけど、うん、3人の時でもリビング来ずに玄関でお父さんも帰ります。4人揃ってからリビングで一緒にチョコもソファーに座るんだよね。チョコのこの光景いつも言ってたから、昨日とかも実家にさ行ったんだけど、玄関にいないからみたいな。俺も会ったことあるけど、うん、すごい人懐っこくてさ、いい子だったもんな。悪かった。あの子はなんて犬種だっけ？ヨークシャーテリア。あ、そっか、うん、もう14歳から一緒にいるんだよ。14、中2ぐらいで野球少年だったから。そうで、野球の応援とかも来てくれたり、試合の時柵の外からね、あのお母さんと一緒にこうリードつけられて、すごい尻尾振ってこっち見てくるんだけど、それを思い出しちゃうんだよね。でさ、お母さんがもうずっと泣いてんのよ。お母さんと片時も離れなかったから。そうだね、そのお母さんを見るのも辛いんだよね。そうだよな。今ね、なんか
ちょっとこれどう思われるのか分かんないけど、うん、チョコと同じ見た目をしたワンちゃんを連れてきて、うん、チョコって名前つけたらお母さん元気出してくれるかなみたいな、そういうことを考えてる。あ、自分も頭おかしいなと思うんだけど、まさにペットロスって感じだね。里親とかペットショップのでヨークシャテリアメスでずっと調べてんの。チョコが亡くなったの5月29日だからさ、うん、6月生まれの子だったらもしかしたらチョコの生まれ変わりに会えるんじゃないのかなって思ってるんだよね。はちょっと生まれ変わりには早いかなとは思うけどな、うん、チョコって名前つけてあげて、いやペットロスってもう分かるんだけど、うんうん、同じようなワンちゃんを連れてきてチョコって名前つけたりするのはそれちょっとやっぱなんか違う気がするけどね。かわいそうじゃない、逆に、うん、もう今いなくなっちゃった。そうだよね。そう、うん、なんかもうその子しかいないわけじゃん。チョコ本当にチョコはチョコだって、うん、多分実際次の子勝ったとしても自分が一番わかると思う。チョコじゃないなって、うん、絶対そう思うじゃん。チョコに会いたい、うん、会いたいね。こういうこと考えてる自分が怖いんだよね。最近だとなんかチョコの髪の毛とか遺骨とかあるからクローンできないかなみたいな。クローンもしできたらするチョコ戻ってきてくれるんだったら、チョコの剥製とかもさ、いろいろ調べたけどもう無理じゃん、ちっちゃくなっちゃったからもう骨に、うん、なんかその本物の犬の毛で作るすごい高い人形があんの、うん、聞いたことある。それをお母さんにさ買うから家に置こうよって言ったら怖いから却下されてでも置きたいわけよ。いやでも余計虚しくなるんだよね。チョコちゃんだけどチョコじゃないものがずっとあったらさ悲しいじゃない。妹にも止められて。そうだ、チョコの毛と遺骨をその人形の中に埋め込んだらどうみたいな言ったんだけど、でもそれでもダメだったからさ。だからもうなんか今どうしたらいいか分かんないんだよね。死んだ後どうなるかは分かんないけど、うん、家族かこうしたごめん、ちょっとティッシュ持ってくるかな。ごめん、普通のティッシュ、ウッドティッシュ、ウッドティッシュで、ごめん両方いる。あー、じゃあごめんごめんごめん、普通のやつ、うん、ちょっとそのおかしなことを考えてる自分も嫌なんだよね今。悲しさを埋めようとしてるんだろうけど、他のペット飼うっていうのはハリネズミ可愛いよ。可愛いと思うよ。でもなんかね、うん、チョコなんだよね。まあそうだよな。中学生時代から一番しんどかった一番だってな、多感な頃だもんね。そうそうね。そう、よく隠れもしたんだよねチョコとチョコが鬼なんだけど、リビングの方にボールを投げて、うん、で取りに行ってる間に隠れて、あ、それで呼ぶみたいな。そうすると匂いで当てられちゃう。それがすごい可愛くて、うん、この動画さ大丈夫かな、なんか結構やばいこと言ってるけど、そう思う人たくさんいるみたい。やっぱ悲しくて、だからペットロスだよね。お母さんとかさ、うん、まあ、家族が好きだったわけじゃない、チョコちゃんは、うん、だから悲しむ姿は多分見たくないと思うんだよね、チョコがね、うん、死んだ後はどうなるか分かんないけどさ。チョコいたんだよこの前家の中に。どういうこと？お父さんが部屋に出る時にチョコが顔舐めるとお父さんが、あー分かった分かった分かった、もういいからチョコちゃんっていうのが、うん、寝言でお父さんずっと言ったの。まだいるんだよ。じゃあチョコの人形とかさ、そう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 、チョコと同じ名前つけるとかダメだねそれはダメだと思う、かわいそうだよ。最近ね、朝起きた時にチョコの頭蓋骨撫でてあげてるの、いつも骨つぼ開けて毎朝ね、頭撫でてあげて喜ぶからさ、うん、でも頭蓋骨何回も貼ったら弱っちゃうからやめてって家族に言われたんだけど、落ち着いたらさまたペット飼うのはいいんじゃない、うん、気が向いたらね、チョコがオッケーって言ってくれないと。チョコの生まれ変わりを探す旅に出るかもしれないチョコがいたペットの小島っていうとこあるんだけど、いろんな店舗を、ね、見たりして、チョコもこんなとこにいたんだなみたいなね、行って一人でめっちゃ泣きながらお店なんかうろうろして、頭おかしくなってんなって。だって本当はこんな時間あったらさ仕事しなさいって言われるかもしれないけどさ、いやいや予測できないからね。チョコちゃんの癖とかあった？お腹を撫でてあげると、あのやめるじゃん、うん、撫でるの、したらこうやって持ってやれ持ってやれ、かわいいね。それがめちゃくちゃかわいい。永遠とやらされるんだよ30分間ぐらいごちそうさま、ありがとう、いい、美味しかった。あ、よかったです。完食しました。あんま食欲なくても、うん、ご飯はね、ご飯食べたら少しは楽になった。なりました。ちょっとサイコパスの方向に行きかけてたけど、そんだけ思ってるのは伝わってると思うよ。ほんと？チョコ元気で生きてるからね。もう何の言葉だよ違うか、チョコ元気に生きてね。いや生きてないんだもん。見守っててね。そうね、それがいいと思います。
とりあえずここで一旦閉めましょうか。大丈夫ですか？新曲のミーティングしに来たのに。こういう時もありますよ。今はね、たくさんチョコのことを考えてあげるのがいいと思います。それが一番の供養になるかな。今回の動画が少しでもいいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントと、あくんの Twitter とお店のこの YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひ見てください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。